い、皆さんこんにちは。今日も一緒に賛美しましょう。ちょっと賛美する前に、一箇所から励ましたいと思いますが、詩編144ですね。褒むべきかな、我が岩である主。主は戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられる。皆さんこのふうにちょっと考えていただきたいと思いますが、人生には2つの可能性しかないですね。鍛えられることか本番のことです。スポーツ試合をちょっと考えてみてください。スポーツの試合に出る時間が本当に少ない、本当に短いですね。例えば1週間の間に1時間であっても、練習の時間がもしかしたら何十時間もあります。同じように私たちの人生は神様、キリストにあって隠されています。本番というか、私たちの行動の言葉も、人の前に見られている時は本当に短い時間です。しかしその他の時も大事です。一人の時は大事です。試練の時も大事です。平凡の日も非常に大事です。誰にも見られない時は非常に大事です。これこそここに書いてありますように、鍛えられる時です。トレーニングです。強められる時です。私たちが時々何もない時、平凡の日にダウンする人も多いです。何も期待、特別に期待してない、特別な行事もない、特別の出会いもない、ちょっとダウンする人も多い。でもダウンする必要はないです。そういう日でも私たちは主にあって鍛えられています。だからどうぞ心に手を置いて宣言しましょう。今日は鍛えられる日です。今日は鍛えられる日です。特別の何かもう何にもなくても大丈夫です。鍛えられる日です。そしてその鍛えられる日の大きな大きな鍵は、どんな時でもどんなことがあっても賛美することです。後ほどその新しい新曲をちょっと紹介したいと思いますが、その意味はいつも口ずさむ。そのテーマは、私の口にいつも主の賛美、主への賛美を歌います。一日中口ずさむまで。皆さん一緒に賛美しましょう。でも特別の時だけじゃなくて、何も分かってない時、平凡の日でも主への賛美を捧げましょう。歌いましょう。聖霊様、歓迎します。一緒に賛美しましょう。聖霊様、どうぞ一人一人をあなたの愛と平安で触れて満たしてください。今日は本番の日であっても、今日は鍛えられる日であっても、私たちはひたすら主を賛美します。主はあなたはすべての栄光を受けるにふさわしいお方です。栄光、栄光、イエスにあれ。Yes, sir.
光栄光イエス、その繰り返し、今ここ
イエスの臨在、今ここに溢れ、今ここに溢れ、今ここに溢れている。イエス様、あなたが私たちの心に住んでおられることをありがとうございます。心あふれていることを感謝します。感じるときはいいです。しかし感じないときも変わりません。感じないときでもあなたが共におられること、全然何も感じないときでも、私たちはまだまだ天のところに座ってます。何も感じなくても、まだまだ主よ、あなたは私たちの中に住んでおられること、それを思い出して、それ常に口にすることができるように助けてください。主よ、思い出すことができますように。145の豪雪、私は栄光輝くあなたの主権とあなたの屈しい技を思い潜めます。私は主よ、あなたの屈しい技を常に思い出します。常に口にします。主よ、あなたは本当に素晴らしいです。例えばどこにいても、真っ暗のところでも、主よ、あなたが、あなたには明るいです。詩編139に書いてありますように、暗いところでもあなたには明るいです。私たちが暗く感じても、真っ暗の中に感じても、主よ、あなたには明るいです。暗いところでも、古いところ、あなたには一緒です。良ささを包み、力を
改めて主に私たちの時間を捧げましょう。私たちの思いも心を口ずさむ言葉も全て改めて主に捧げましょう。私たちの口から出る言葉が一つ一つ本当に主の御心に添えたもの、主の御心によるもの、悲観的なこと、心配事じゃなくて悩むことではなくて、私たちが常にそういったものを全て主に捧げて、いつも主への賛美と感謝、信頼すること捧げましょう。この口は賛美の器です。賛美の器です。私たちの舌には口には命のパワー、命の力があります。じゃあその命の力を使って私たちが主への賛美、感謝すること、そういった悩むこととか全て主に捧げながらひたすら賛美しましょう。いつも口ずさむとこしえまで、いつも口ずさむ賛美をイエスに、いつも口ずさむとこしえまで、いつも口ずさむ賛美をイエスに、いつも口ずさむとこしえまで。主を感謝します。音楽のこと感謝します。一週間中に音楽を通してあなたへの賛美を捧げることができますように、一人の時聞く時でも心の中から口ずさむ時でも、本当にこの素晴らしい賜物を、贈り物を受けいただいて、賛美を常に捧げることができますように。例えば気分が全然賛美する気分がなくても、もう本当にひたすら賛美することを選び、あなたへの賛美、感謝、喜びを捧げることができますように。助けてください。一人一人を助けてください。これは鍛えられる日です。賛美の中で鍛えられます。感謝することの中で鍛えられます。Thank you, Lord Jesus. You are training, teaching us. You are strengthening us. Strengthen your church. どうぞ主よ、あなたの教会を強めてください。あなたの教会、あなたのエクレシアをどうぞ強めてください。